第65回世界 SF 大会が行われたパシフィコ横浜第65回世界 SF 大会第46回日本 SF 大会日本2007は日本の神奈川県横浜市にあるパシフィコ横浜で2007年に開催されたアジアで初の世界 SF 大会であり日本 SF 大会との閉鎖であった日本2007実行委員会及び SF 国際交流会の主催により8月30日から9月3日まで開催され26カ国から5000人以上が参加した。日本の SF ファンダム内には以前よりいつかは日本でワールドコンを開催したいと考えていた人々がいたが、具体的に日本での開催を模索し始めたのは1999年の秋頃であった。2000年にワールドコン誘致委員会が 任意団体として設立され、2002年には特定非営利活動法人格を取得した。2000年の第58回世界 SF 大会でワールドコン開催に立候補を表明し、それ以降は北米のローカルコンなどで誘致活動を行った。当初は2005年の開催を目指したが、イギリスのグラスゴーが同年に立候補していたため、2007年の開催に目標を変更した。 2004年第62回世界 SF 大会期間中に行われたサイトセレクション投票で2007年のワールド今回最地に決定した井上博明アニメーションプロデューサー SF ファンサークル宇宙軍第2大参謀総長柴野匠野田正宏作家ゲストオブオーナー編集小松佐京 SF 作家デイビッド・ブリニ SF 作家アーティストゲストオブオーナー編集 天野義孝、イラストレーターマイケル・ウィラン・イラストレーターファンゲスト・オブ・オナー、編集、芝野匠、宇宙人観光等を9月1日に行われ、司会は翻訳家の大森臨と俳優のジョージ・タケエ、アシスタントは、声優の吉村玲奈が務めた、9号賞トロフィーの台座は、海洋動画作成し、ロケットの隣に、ウルトラマンが並んだデザインである、各部門受賞者、作品、 編集、ゴードン・バン・ゲルダー・パトリック・ニール・セン・ヘイデン・ド・ナート・ジャン、コーラ・フランク・ウーブ・ラングフォード・サイエンス、フィクション・ファイブ、イヤリー・ロックス・ジェームズ・ティペトリ、ジュニア、ザ・ダブル・ライフ・オブ・アリス・ビー・シェルドン、ドクター・フー、ダンドの少女・パンズ・ラビリンス・インポッシブル・ドリームス・ザ・ジン、エス・ワイフ・ジュのイブ・レインボーズ・エンド9月2日に、行われた。9月2日に行われた。ありがとうございます。